どうもたくさんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はまたバッティング編のワンハンドドリルを紹介したいと思います。今日はトップハンド編ということで、後ろの手ですね、僕右バッターので右手キャッチャー側の手、片手ドリル、片手スイングとか片手打ちですね、それのドリルの紹介をします。バッティングのフォームをね修正したいっていう選手とか、まあ、あのコーチの方でもこの選手のねいろいろ課題があるから、ちょっとバッティングフォームをね改善していきたいなって言ってる時に、どうやって改善していくか、そんな時にぜひやってほしいのがこのワンハンドドリルですね。片手打ち、片手ずつ練習するっていうドリルですね。しっかりバットをね自分の操作しやすい重さでね、よくね片手打ちやろうとするとね、こう長くてね重いバットを一生懸命こうやってスイングする、これ絶対あるあるなんですよ。小学生とかにワンハンドドリルやらせようとするとこうやってねバッティングするんですけども、そうじゃなくてね、まあできれば本当に短いバットとかプラスチックバットとかね、そんなのでもいいんですよ。プラスチックバットとかそういうのがあればないいと思うんですけれども、まあ、そういうのでしっかり自分で操作できる重さで、バットの長さとかをこう調節していただいて、この上で、まあ自分の理想とするメカニクスの中でバッティングをするで、片手ずつしっかりチェックポイントを持ってですね、もう一つとか二つでいいと思うんですよ。一つとか二つずつ片手ごとに、左手だったらここだけチェックする、右手だったらここだけチェックするっていうような感じで片手ずつヒッティングをして実践に近づけていって、両手の中でもその同じメカニクスができるかっていう風にトレーニングしていく。それを何回も何回もこう段階を踏んでいくことによって、スイングのフォームが改善されていくということですね。なのでこのワンハンドドリル、ぜひね参考にしていただきたいと思います。一個前の動画でもね、このリードアーム、この前の手の腕の使い方のドリル解説していきます、解説していますので、そちらもご覧ください。今日はトップハンド、後ろの手です。このトップハンドの使い方もまず一つ大事なのは、しっかり肘から先行して入ってくることですね。しっかり肘から入っていくことによってグリップが出てきて、最後にヘッド、まあ、バットの芯ですね、バットの芯が後ろに残って最後に体の近くから振られていくっていうようなイメージをぜひ持ってほしいと思います。トップ作っている時にしっかりこう脇を開けていってですね、ここから脇が締まっていく、絞っていく動作ですね。ギュッと入っていくことによって肘が先行していく、前の手と一緒ですよね。しっかり肘から先行していく、これをね、両方メカニクス的にきっちりこう身につけていけると、ものすごく速い振り出しができるようになります。まあこれをイメージして、トップハンドの時にもしっかり肘から入っていくということ。その上でこっち大事なスキルがですね、パームアップって言いますね。パーム、手のひら、手のひらを上にアップ、パームアップ、手のひらが上の状態でヒッティングしていくということです。この手のひら上が長ければ長いほどバットがしっかり前に振られるということですね。で逆にパームダウン、こう下向いてしまうとヘッドが返って、まあ、ゴロ下向きの打球になっていくっていうような感じですね。早くヘッドが返らないようにしっかり手のひらを上の状態でコンタクトして、ここから、ずっと手のひらが上のまんまフォロースルーしていく。特にこのワンハンドで練習するときにはもう最後まで手のひらが上向いている状態でフィニッシュを取る。特に意識してほしいのが、このバットを短く持った時のこの余ったグリップのところですね、ここが腕の上に来るようにする。これがね、手首返る選手はこうなるわけですよね。わかりますかね。ゆっくりスローモーションで言ったら、グリップが下をこう通っていくわけですよ。腕の下を。で、グリップが腕を下を通っていくってことは、ヘッドがぐるぐるぐると上からこうかぶせるように、かぶさるようにヘッドが動いている状態なので、こうすると、まあ、ゴロになりやすいということですね。しっかりヘッドは上に向かっていってほしいので、ぐーっと。まあライナーですね、しっかりライナーでヘッドが向かっていく、こういう軌道をねヘッドイメージしてほしいので、その時にちょっとこのグリップが目安として、手の腕の上にグリップが来るというような感じで、フィニッシュを取る。でもっと小さい子に教える時なんかはこうリズムよくね、教えていくといいかなと思います。あのケンケンパーみたいな感じで、最初手のひらが下なんです、下向くんです、下上上っていうような感じでフィニッシュを取る。下トップ構えてる時に下上上で、もう一個この下上上と、もう一つが、この手の向きですね。手の向きをねよく僕はあの教えたりするんですけども、まず最初親指がピッチャー向いてますね。親指、小指、親指、最後のピッチャーの方に向くっていうような感じです。手のひらの向きは下上上、指の向きは親指、小指、親指っていうような感じで、しっかりこうヘッドを前に送っていくのは大事。その時に
まあ、返さないっていうことが大事で、これが下上下ってならないように、手のひらの向きは下上上でフィニッシュで、フリスビーとかね、なんかこういう、板とかこういうのがあればですね、こういうのを持ってこれをぐるーっと回すようなイメージ、今ちょっとね手から離れちゃいましたけども、これをぐるーっと回すようなイメージで、まあ、常にこのフリスビーならフリスビーが上を向いているような状態、まあ小さい子とかだったらここから上向いている状態からスタートしてもいいですよね。ここからスタートして、これをぐるーっとこう回転するような感じで、バットを前に出していくと、こういうイメージですね。これは決してこう下に向かないで、上に上に向いたまんま、なんかお盆とかね、お盆を乗っけたまんま前に差し出すっていうような感じの、こういう動きですね。これね、僕の知り合いの先輩の野球指導者からね、受け売りでいただいてます。こうお盆のイメージしたらいいんじゃねって言われたんでね、使わせていただきました。どうもありがとうございます。こういった練習もね、いつもこうリストを返すようなスイングをしていて、突然こうやって、パームアップでヒッティングするとかって言われるとものすごくねできなかったりするんですよ。ただまあ繰り返していくとできるようになっていって、それを今度両手で持って、実際にヒッティングに入っていった時に打球の角度の付け方が変わったりとかね、押し込み方が変わったりとかしていくと思います。まずはね、バットを持たない状態でこういうお盆とか板を使ったような状態で、この腕の使い方ね、指の向きは親指小指親指親指小指親指、手のひらの向きは下上上下上上で動かすというような感じでこう身につけていっていただいて、そして、バットを持ってこのスイングを身につけて同じようにブンッとできるようになって、それから実際にじゃあちょっと今度ボールを打ってみようかということで、ボールへのアプローチで、それができるかどうかというふうにちょっとずつこの中でもね段階を組んでいくことによって、苦手な子とかね、今までこんなバッティングフォームやったことないという選手でもちょっとずつね感覚をつかんでいくことができると思いますので、段階を踏んでいくことによってスキルアップしていく、そういう観点を持ちながら、まあ自分のスキルアップ、それから指導者の方は選手へのねアプローチの仕方を考えていただければと思います。何回も言っていますが、なかなか難しいスキルなんですよ。やってみると分かります、僕も分かります、その気持ちね。こう前の手のドリルも後ろの手のドリルも突然できるようにならないんですよ。なかなか難しい。この練習やってみてですね、うまくいかないなっていう時はですね、そのうまくいかないポイントなんかをコメントいただければですね、コメントにお答えしたりとか、それについての動画を作ったりとかしたいと思いますので、そういう風にこうレスポンスできればなと思っておりますので、もしね練習してみてうまくいかなかった時あったらですね、またコメントいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。